いそうに、なぜお前が殺された。何があった？わしの二人の息子が荷車を燃やした罰として、桃子はこのわしにどちらを殺すか選ばせたんです。気の毒に。もう一人の息子はさらわれました。荷車を焼くなんてことを考えたのはその中太のはず。生きておるはずだ。どっちへ行った？橋の向こうへ。逃がしてやる。ありがとうございました。道中気をつけよ。どうぞお受け取りください。あの家に続いておる。ここだ。よかった。父親がお前を守ったと聞いたぞ。俺を？桃子はどちらを生かすか迫り、父さんは迷わず源太を選んだんです。
源太が殺されると分かると俺を連れて行けと泣いて頼み、もう会えません。俺が源太を巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？俺はすでに死んでいたと。尋常に勝負！ゾキゾキだ！シーズンベータエリオッツ！ああ！ゾキゾキ！父親がおらぬ。何か手がかりはあるだろうか。罪に耐えきれず命を絶ったのか。仲の良い家族だったであろうに。